お、このモデルはかっこいいね。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、日産 GTR ニスモ GT500 を紹介します。はい、シールを貼る前はこんな感じのデザインです。日産とかニスモとか GTR のエンブレムがしっかりプリントされてあるね。なんかシールを貼る前でもこれだけでもかっこいいね。でもせっかくなのでシールの方を貼っていきます。はい、シール貼り終わりました。シール貼ってみるとやっぱりこっちの方がかっこいいね。しっかり見ていきます。フロントの部分はこんな感じだね。 GTR のエンブレムがプリントされてて、グリル周りもすごく複雑な作りがしっかり再現されてます。で、ボンネットの部分は日産ニスモってプリントされてて、ゼッケンナンバーの23番とかこの辺りはステッカーだね。で、このボンネットの部分のエアロの部分もすごく凹凸がしっかり作られててかっこいいね。で、ヘッドライトはシルバーの塗装です。で、運転席側はこんな感じだね。ここも同じく日産ニスモはプリントで、それ以外の部分はステッカーだね。でもこの GT500 のエアロのこの感じっていうのがすごくしっかり再現されててすごくかっこいいです。で、この下のエアロの部分はここはシャーシと一体型の樹脂製になってます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。ニスモと GTR はプリントされてて、それ以外の部分はステッカーになってます。で、テールランプのレッドの部分も塗装だね。でもこれすごくかっこいいね。で、こういうディフューザーの部分とかエアロのバンパーとかっていうのもしっかり作られてすごくかっこいいね。で、右側面はこんな感じだね。この部分も日産ニスモはプリントで、ゼッケンナンバーはステッカーです。で、リアウィングの部分見ていくとこんな感じだね。樹脂製になってて、これはもう初めから装着されてたね。で、ルーフの部分を見ていくとこんな感じだね。日産ニスモってここの部分はステッカーになってます。でもこんな感じで上から見てもこの車幅のワイド感っていうのもすごくかっこいいね。で、タイヤの方は今回はサスペンションはついてないね。でもこのフェンダーとタイヤの隙間ってすごくこう詰まっててスポーツカーらしくてかっこいいです。で、アクションの部分では左右ドアの開閉がついてるね。で、この運転席側のドアと反対側のドアの形状が今回違うんだね。すごくこういうところがしっかり作られててかっこいいです。ここにちゃんと給油口もあるもんね。内装の方はこんな感じだね。ちゃんとレースカーらしくステアリングの形状もしっかりできてます。で、反対側はこんな感じだね。助手席とかはついてなくてちゃんとレースカー仕様になってます。シャーシの方は日産 GTR ニスモ GT500 ナンバー13番の2018年のシャーシです。で、スケールの方は65分の1だね。今回は期待通りボディカラーは艶消しのマットな感じだね。すごくこれがかっこいいね。で、一部ステッカーとかはこうあるけれど、ボディ形状とかがすごくかっこよく作られてておすすめの1台だと思います。はい、こんな感じで GT500 の GTR 2台並べてみました。こちら側が先日発売されたモチュールオーテック GTR だね。やっぱり金型が新しくなったということで、ボディ形状が複雑なところまでしっかり再現されてるね。で、フロントの部分から見ていくとこんな感じだね。モチュールオーテック GTR の特注トミカもこの辺かっこいいけど、やっぱり新金型のこっち側の方がかっこいいかな。で、ボンネットを見ていくとこんな感じだね。やっぱり凹凸がしっかりしてて、彫りの深さまでしっかり再現されてるね。で、ルーフの部分とかを見ていくとこんな感じだね。このリアの部分のこのガラスの部分は新金型の方はクリアパーツだね。で、こちらの従来の特注トミカの方はこの部分はダイキャストでできてます。
で側面を見てみるとこんな感じだね。どちらの形状もかっこいいんだけど、やっぱりこのタイヤの部分のフェンダーとのこの隙間の部分はやっぱり改善されてて、すごくこっちの方がいいね。であと特注トミカの方はドアの開閉がついてないね。だけどサイドのガラスの部分がクリアパーツでできてます。で今回発売されたモデルは左右ドアの開閉がある代わりに左右のガラスの部分はクリアパーツはないね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。リアの部分はどちらのモデルもかっこいいね。だけどやっぱり特注トミカの方がたくさんスポンサーのプリントとかがされててレース感が感じられます。で反対側の側面を見てみるとこんな感じだね。こちらの特注トミカの方は中にレーサーが乗ってるんだよね。だけど新しいモデルの方はレーサーは乗ってないけど、中のシートとかそういうところはしっかり作られてるかなと思います。でリアウィングの形状はこんな感じだね。どちらもかっこいいけど、特注トミカの方は日産っていうプリントが入ってるんだね。こんな感じで比べてみるとやっぱり新しい金型の方が彫りが深くてしっかり凹凸が再現されてるね。やっぱり特注トミカの良さはこのカラーリングの鮮やかさかな。今後新金型で特注トミカが出てほしいね。箱の方は正面のパッケージに GTR のイラストはね。でこの部分にアクション左右ドア開閉ってプリントされてるね。で側面はこんな感じだね。で裏の方はこの部分に日産オフィシャルライセンスとスーパー GT のライセンスも取れてるんだね。はい、今日は日産 GTR ニスモ GT500 を紹介しました。結構いろんなところで話題になってた新金型はすごく評価が高そうだね。以前発売されたこの特注トミカよりもいろんな部分がやっぱり改善されててすごく良かったです。個人的にはやっぱりブラックでマットっていうところのカラーリングが良かったかな。今後この新しい金型で特注トミカのシリーズが発売されることを期待してます。で以前発売されたこの特注トミカは価格が1300円とか1800円だったね。だけど今回の新しいモデルはベーシックトミカで450円。トミカファンからしたらよくこんな感じでできたなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。